四番町スクエア四番町スクエアは滋賀県彦根市本町にある商業施設キャッチコピーは大正ロマンあふれる町彦根市場商店街2012年頃まで再開発されずにかつての面影を残していた一角アーケードは後に撤去された2010年撮影彦根市場商店街が前進昭和30に40年代には 滋賀県下有数の賑やかな商店街であったが、駅前大型店舗、郊外型ショッピングセンター等の設置に伴って、賑わいはなくなっていった。それを危惧した商店街の有志が、彦根市と彦根商工会議所の協力を得て、商店街の再開発を策定、大正時代の街並みをイメージした商店街が2006年5月に完成した、隣接地に夢京橋キャッスルロードがある。 なお、彦根市場商店街のごく一部は、再開発されずに営業を続け、2012年頃まで、アーケードが残っていた。ヤチニャンは、彦根藩主、井ー直介の次女、渡る千代姫をモデルにしている。いわゆるゆるキャラで、関西ゆる、キャラオールスターズの一員。彦コニャンの石像、参加型町づくり事例集土地区画整理組合による、基盤整備と、 地域住民の町づくり組織による、ハードソフト協調型の町づくり滋賀県彦根市、四番町スクエア、ヤチニゃンブログ。2010年1月30日閲覧。AB、ゆるキャラ、ヤチニゃン、出張報告大先輩彦にゃんも激励、来月香港へ。毎日新聞社。h t t p 毎日 .jp、エリア、滋賀、ニュース。 2千1 0 1 2 0 d d l k 2 5 0億4044万 2000CHTML2010 年1月30日、閲覧。ありがとうございます。